別れはいつも苦手なものさ、海図をたどる指も止まるよ。バツイチリターンライダーで小峰マンチャンネル管理人です。で今日は加山雄三さんの光進丸から始めさせていただきました。で光進丸も沈没してしまいましたよね。フランスの劇作家、なんて言ったかちょっとど忘れしましたけども、その方の格言でこういうものがあることをご存知でしょうか。人間は判断力の欠如により結婚し、忍耐力の欠如により離婚し、記憶力の欠如により再婚する。現在の私にはずっしりとする格言です。私の再婚活ですけども、再婚活、特に離婚経験者との出会いというのは、離婚経験者ですから忍耐力も欠如しているわけですね。なので別れるときは結構あっという間に別れてしまうものです。今回こうやって海沿いを走って元ブログをしているのは、実は残念ながらツルツルちゃんとのお別れが先日訪れました。先ほども申しました通り、忍耐力の欠如、もちろんそれは私にもあるんでしょうが、ちょっとしたことでそれではさようならということになってしまいました。一方でまだ再婚できないということは、昔の記憶力の欠如はまだ訪れていないようです。加山雄三さんの光進丸の歌詞でこういうものがありますね。昨日の夢は陸に捨てよう、水平線の向こうが未来。まさに立ち止まってるわけにはいきません。また以前離婚でうじうじしていた頃へですね、ある女性からこのようなことを言われたことがあります。女に振られたからといってうじうじしてないで、そういう時間があるんであれば新しい女を見つけるパワーにしなさい。この言葉を胸に私また再婚活頑張っていきたいと思っております。今回の元ブログは私の再婚活の状況、ツルツルちゃんとのお別れ、それから再出発するぞという元ブログをさせていただきました。応援していただいている方々には申し訳ないんですが、また再出発でございます。今回もご視聴ありがとうございます。まだチャンネル登録をされてない方がいれば、ぜひチャンネル登録をお願いします。再婚活の励みにもなります。それではまた。